やっぱり普段より見張りが多いみたいね。しかも想像以上に殺気立ってる感じだ。焦りと興奮、警戒と不安、そんな感情がごちゃ混ぜに伝わってきます。間違いなくヘイウェイの報復を警戒してるんだろう。しかしマイト、あの様子じゃガルシアの動向を確かめるなんてとても。俺が何だって？ガルシア・ロッシ、ちでかいくせに気配を消しやがって。てめえらが。あんなことがあったってのによくものごのごとこの場所に面を出せたもんだな。言い訳はしません。あなたたちとの手打ちについてはキーヤに関することだけですから。分かってんじゃねえか。手打ちの剣を盾に勘違いして乗り込んできたら叩きのめしてやるところだったぜ。物騒なおっさんだな。てめえらがこそこそと嗅ぎ回ってる理由は分かってる。だがその件について俺から話すことは一切ない。とっとと消えんぞ。一つだけ教えてください。もしあなたが武装した敵の本拠地を攻略するとしたら、正面から力任せで行きますか？まともな両兵団ならそんな作戦は絶対に立てねえな。可能な限り有利な状況に持ち込んで最低限の被害で最大の戦果を。そうだろ、刀身の息子。その名で俺を呼ぶんじゃねえ。だがまあ確かにそれが両兵の流儀ってやつだ。そうか、ありがとう、答えてくれてか。おかしなガキだぞ。ただまあここから先は不用意に立ち入らねえ。マジで死ぬぞお前。なんだか少し様子が変だったな。張り詰めているようで、どこか力が抜けてるような。そうね、言ってることは物騒だったけど殺気は感じなかったし、少し疲れているようなそんな感じもしました。一体何があったんでしょう。ちっ、らしくねえ面しやがって。その理由知りたい？グレイスさん、あんたもいい加減、神出鬼没な姉さんだ。それが記者魂ってもんよ。それじゃ例によって例のごとくギブアンドテイクといきましょう。そこのジャズバーで待ってるから。どうするの？まあ聞くだけ聞いてみよう。喋りすですね。お、来たわね。早速だけどヘイウェイ襲撃について知ってることを喋ってもらうかしら。事務所でツァオ氏からいろいろと話を聞いたんでしょ。いきなりですね。というかなぜ私たちがヘイウェイを訪ねたことを知って。いや朝一番で話を聞いて
サン氏に取材を申し込もうとしたらダドリーのやつが現れちゃってさ。どうしたもんかと様子を伺ってると君たちが後から入っていくじゃないの。そうしたらダドリーたちが苦虫を噛みつぶしたような顔で出てきて、その後君こりゃいろいろ聞いたと思わない方がおかしいでしょ。なるほど、そういうことでしたか。どちらにしても捜査上の情報を簡単に漏らすわけにはいかないのはご存知かとは思いますが。もちろん分かってるってば。だからギブアンドテイク、ガルシア氏についての情報知りたくないの？それは相変わらず美味しい餌をちらつかせてくるのがうまいよな。例のオークションの顛末もいろいろと聞いてるわよ。ルバーチがヘマをやらかして議長のご不協を買ったらしいけど、そのあたりの状況と合わせていろいろと知りたくない？はあ、ただしサオ氏の話は全てほのめかされた非公式のものです。そのあたりは了解してください。なるほどね。思っていた以上にヤバい状況になってるわね。ええ、そうなんです。今のところはどちらも一般市民を巻き込まない配慮はしているみたいですが。いや、それにしたって今回の事件は唐突すぎるわよ。いくら真夜中とはいえうちの近くでの襲撃よ。しかも近隣には天下の IBC、 さすがに思い切りが良すぎだわ。ええ、そうですね。下手をすればクロスベルの金融貿易センターとしての信頼も揺るがしかねない出来事だと思います。そこなのよね、ポイントは。こりゃ私が掴んだ情報もあながち嘘じゃないかもしれないわ。グレイスさんが掴んだ情報？話してもらえますか？ OK、 今度はこっちのターンね。実はね、マフィアの内部事情なんだけど、最近若頭のガルシア氏の統制が行き届かなくなっているって噂があるみたいなのよね。それはほちょいと信じられねえな。あの化け物みたいなおっさんに部下どもが逆らえるとは思えねえ。まあそうなんだけどね。ただ旧市街の一件についても、鉱山庁の利権を狙おうとしたのもガルシア氏の指示じゃないらしいの。手柄を立てようとした下っ端が独断でした結果らしいんだけど、そうした若手ならではの暴走が目立ってきているらしいのよ。ちょっと待ってください。それでは昨夜の襲撃も若手の勝手な暴走だと。まあさすがにことが大きすぎるし、それはないとは思うんだけどね。ただそういう事情を踏まえると、ガルシア氏のさっきの態度はなんとなく理解できるんじゃない？確かに取り巻きもいなかったしな。ルバーチェ内を統制するのに苦労しているということか。でも例の会長さんの方は一体何をしているんですか？
聞いた話によるとオークションでの失態を取り戻そうと必死になっているみたいね。機嫌を損ねたハルトマン議長へのご機嫌取りはもちろんだけど、新たに自治州内の有力者を取り込もうとしているらしいわ。新たな有力者、どのあたりなんでしょうか。端的に言うと共和国派議員ね。それに警備隊司令あたりとも何度か会合をしているって噂よ。なるほど。兵友への政治的な影響を抑えるのが目的でしょうか。警備隊の司令を取り込んだのは武器の密輸を強化するためか。まあそんなところだろうな。あとあのアホ司令はハルトマン議長の腰巾着って話だ。そっちに働きかけることで間接的に議長のご機嫌取りもしようとしてんのかもしれない。ええ、私もそう。いや、やっぱ君たちと話してると考えがまとまるわね。うんうん、情報正直こちらも助かりました。でもこうして整理してみるとやっぱり違和感を感じますね。違和感？どういうこと？一つ一つの行動については納得いく理由があるようですが、どれも場当たり的だし、組織として全く連携が取れていない気がします。俺がルバーチェに感じていたのは悪い意味での大都市ならではのスマートさだったんですが、それがほとんど感じられないんです。なるほど、言われてみればそうね。クロスベルというミラノなる木から甘い汁を吸うためのシステム、それを確立した組織にしては確かに場当たり的かもしれませんね。何かそのあたりを狂わせるような俺たちの知らない要素がある、そういうことかよ。ああ、あくまで勘だけどね。ヘイユエを襲った襲撃者の戦闘力も不自然に高かったみたいだし。クビになったらクロスベルタイムズに入らない？そんで私と一緒にヒューリッツァ賞を狙いましょう。いや、っていうか縁起でもないことを言わないでくださいよ。ところでそのヒューリッツァ賞ってのは何なんだ？確かその年で最も優秀なジャーナリストに贈られる国際的な賞だったはずだけど。すみません。はい、特務支援課ロイド・バニングスですが。すまない、私だ、マインツのビクセンだ。ああ、どうかされましたか？ガンツさんのことで問題でも？それが今クロスベルのカジノハウスに来てるんだが、どうも様子がおかしくなって、それで連絡を。様子がおかしい？一体どう？さっきからガンツが他の客とポーカーをしているんだが、妙に暴力的というか物騒な雰囲気になってきて。すまない、とにかく様子を見に来てもらえないだ。両カジノハウスですね。近くにいるので。マインツの長寿カジノがどうとか言ってたみてえだが。ああ、例のガンツさんが客同士の勝負で暴力的なことに巻き。え、相手の逆恨みでも買ったんでしょうか。あの態度でバカ好きならいかにもありそうだな。うん、それは急いで様子を見に行かないとね。それじゃカジノにレッツゴー。あれれ、どうしたの？いえ、その、言っても無駄だろうから気にせずに行こう。
てくれ、ありがたい。いつ喧嘩が始まるものかと。それでガンツさんと相手のお客さんは。ああ。あちらの奥にある特別室で一対一の勝負をしているんだ。早くしないとガンツが相手に暴力を振るうかもしれない。え？ガンツさんが相手の逆恨みを買ったんじゃん。おーし、こいつでどうだ。ダイヤの9、10、ジャック、クイーン、キングのストレートフラッシュ。これ以上の手はねえだろうが。ぐっ、マジかよ。まさか最後の大勝負でそんな出てくるとはな。これが俺様の実力なんだよ。せこい手で何度も引き分けに持ち込みやがったが、これでケリをつけてやる。とっとと手を晒して王子を知れ。ああ、何言ってんだ。負けたなんて俺は一言も言ってないだろうが。賢いてんじゃねえ。俺の手に勝てるとしたらロイヤルストレートフラッシュしか残ってねえんだぞ。そんなもんがそうそう出るはずが。残念、外れた。ファイブオブアカインド、しかもエースのファイブカードですか。いやはや、まさかこの場面でお目にかかれるとは。ロイヤルストレートフラッシュを上回るかはルール次第だが、どっちにしてもストレートフラッシュよりは上なのは間違いない。ふざけんな、イカタメだ。おいオーナー、てめえ苦しやがってな。とんでもない。エイドスに誓ってありません。それと私が見る限りレクター様がイカ様を使って。ルーセー、そんなのが信じられるか。俺は最高の月と勘を手に入れたんだ。こんなふざけた野郎に負けるはずがないだろうが。お客様。おいおい、落ち着けよ。ま、勝負は時の運、あんたの運もここまでだったってことさ。ありえねえ、俺が負けるはずねえんだ。あれを使って俺がギャンブルで負けるはずが。いけない。負けるはずがねえんだよ。うわ、離せ、離しやがれ。落ち着いてください。って、なんだこの力は。ガンツ、どうか落ち着きなさい。おう、あんたらが。どうよ、元気してた。ドンキに挨拶されても相変わらずいろいろと怪しすぎです。へえ、面白い子ね。あなたたちの知り合いなの？いや、知り合いっつうほど知ってるわけじゃねえが。で、ストレートフラッシュとファイブカードだと？おいおいおい、なんつう勝負してんだよ。いやー、危なかったぜ。負けたら身ぐるみ剥がされる寸前だったんだけどよ。よくわからないけど。
か障害沙汰だけは回避できたみたいですね。話せ、話しやがれ。俺は絶対に負けるはずがないんだ。おお、エイドスよ。一体どうしてこんなことに。だらしないが気のいい、誰からも好かれる男だったのに。町長さん、しかしまあとんでもない暴れっぷりだったよな。まさか俺とロイドの二人ばかりで取り押さえる羽目になるとは思わなかったぜ。ああ、正直ものすごい力だった。ねえ、これは率直な印象なんだけど、その人何か危ない薬でもやってるんじゃない？なあ、それはマジかよ。あら、ロイド君とティオちゃんは私と同意見かしら。それはあまり滅多なことを言うつもりはないんですが、可能性はあるかもしれません。バカな薬物なんてあり得るものか。ただの普通の行員だぞ。そんなものに手を出すはずが。でもこちらに来てから半月近く経ってるんでしょ。相当ミラも儲けていたはずだし、そこにつけ込まれた可能性はないとは言い切れないのでは。いい加減にしたまえ。タイムズの記者という話だったな。憶測で記事を書いたりしたら厳重に抗議させてもらうぞ。ああ、別に記事にするつもりはないんで。ビクセン長女、念のためガンさんの私物を確かめても構いませんか。ロイド君、君まで。決めつけるつもりはありませんが、いろいろと符合することも。あの暴れ方、凄まじい力、過去いくつかあった薬物事件と似たよ。それに比べ物にならないくらいギャンブルの腕が上がった。薬のせいで視覚が異常に過敏になったせいかもしれねえな。それで相手の心理を読み取ったり勘が働いてたのかもしれねえ。そうですね、多分私が賭け事をすれば他の人よりも有利になるはずです。あれ、んなつもりじゃなかったが。いえ、気にしてません。町長さん、ガンツさんの名誉のことを気にするのは分かりませんが、もし本当に何らかの薬物だった場合、このまま放置しておいたらどんな危険があるか分かりません。中毒症状に後遺症、まあいろいろと考えられそうね。ええ、薬物による被害で一番怖いのはそこだと思います。わかった、資料が足りなかったようだ。ロイド君、お願いする。はい。薬が原因と決まったわけじゃない。ひょっとしたら何か持病の薬かもしれないし。町長、ガンさんの持病は。知る限りなかったはずだ。もちろん断言はできないわ。わかりました。
この薬は一旦こちらで預からせていただいても。ああ、だがどうかどうかことを大きくするのは。ええ、ガンさんの名誉やガンさん自身についてはそちらにお任せしても。ああ、任せてくれたまえ。もし目を覚ましたら改めて話を聞いてみるつもりだ。ええ、それにしてもクロスベル、珍しいこともあるもんだわ。そうなんすか。てっきりマフィアあたりがいろいろ扱ってると思ってたんだが。ところがどっこい、クロスベルで違法薬物ってのはあんまり出回ることはないのよ。何しろ他の犯罪とは違って周辺諸国にも広がりかねない影響力のある犯罪だからね。帝国や共和国からの圧力もあって捜査一課の手で違法薬物は厳重に取り締まる。そしてルバーチなんかもその辺の空気を読んでるわけよ。そうだったんだ。そのあたりの事情は俺も警察学校で教えてもらいました。でもこの錠剤、青色の錠剤、見た目は綺麗な感じだけど、なんつうかやたらと。ティオ、何か心当たりが？ただの気のせいでも。その錠剤一体どうするつもりなんですか？そうだな、俺たちだけで決めるのはちょっと大ごとすぎるかもしれない。一旦戻って課長に相談しよう。ええ、それがいい。変異への襲撃事件についてもマフィア同士の抗争に加えて薬絡みの事件の方とんでもなく忙しくなりそうな気がしてきたぜたちと知り合って4ヶ月になるけど、ずいぶん成長したなって。お姉さん考えに浸っちゃうな。グレイさん、いきなりどうしたんですか？褒めても何も出ませんが。いやいや、マジな話、あなたたちには期待してるのよ。ロイド君もガイ・バニングスと同じくらいね。そういえば前にも言ってましたけど、グレイスさんは兄貴と知り合いだったんですか？私が新米記者だった頃いろいろとお世話になったんだよね。結局第三の事件についてはそれでも彼の意思を継ぐ部署が警察にできてすごく嬉しかったわ。ロイドのお兄さんの意思を受け継ぐ部署。おっと、これ以上喋ると課長さんに怒られちゃうかな。私も取材があるし今日のところはこれで失礼するわね。ああ、薬の件については勝手に記事にしないから安心して。それじゃ、バッハホーイ。たっ、思わせぶりなことを言うだけ言っていきやがったな。はあ、ただでさえ考えることが山ほどあるのに。ですね。ロイドさん、ガイさんの話気になります。ああ、いや確かに気になるけど、どう考え、ヘイネの襲撃、ルバーチェの状況、そしてこの一通り課長に報告した上でどうするか検討してみよう。はい、よし、それじゃあとっとと。
なんだ、遅かったな。ヘイユエの方の危機。いえ、実はそれとは別に気になる事件。ヘイユエ襲撃事件と合わせて一通り報告させていただきます。あの、課長。すみません、分かりにくい報告でしたか。いや、その一連の情報だが、ひょっとしたら全部つながっているかもしれんぞ。え、マジかよ。それはどう。いろいろなことが起きすぎて混乱してるのかもしれんが、今日お前らが見聞きしたことを有機的に結びつけてみろや。特にロイド、こういう時こそ捜査官の本領発揮だろうが。あ、はい。今日聞き込んだ情報は大まかにまとめて3つ。サオたちから聞いたヘイユエ襲撃に関する情報、グレイさんと情報交換したルバーチの現状に関する情報、そしてマインツの行員が。それらの3つの情報を結びつける要素があるわけね。なんとなくだ。なあ、整理してみよう。もう一度選び直してみよう。いや、もう一度選び直してみよう。もう一度選び直。いや、もう一度選び。もしかしてこれか。こ、おいおい。だが、ヘイカミドモッツァ。失礼。
いやもう一度もしかして関連付けると、いろいろと見えてくること。ヘイウェイを襲撃したマフィアたちが見せたという身体能力、神がかり的なギャンブルの腕を手に入れた。どちらも別々の現象だけど、その人間の潜在能力が上がっているというのは同じ。もしそれをつなぐものがこの青い錠剤だとするな。マフィアたちが違法薬物に手を出し始めた。そして一般市民に流し始めているだけでなく、戦闘力の強化にも使っている。つまりそういうことですか。ああ、まだ奥さん。でも確かにそれだと、いろあの若頭の統率力がルバーチ内で低下したのももしかして。薬を決めて力を手に入れ、態度もでかくなった下っ端連中が増え始めている。ってわけかよ。上出来だ。加えて昨日、イアン先生が言っていた噂話もあるだろう。急激に業績を上げたっていう貿易商と証券マンですか。それでは彼らもその青い錠剤を。それこそ現時点ではただの憶測になっちまうがな。だが一つ一つの点が線となりね、そんな気がしてきたんじゃねえか。ええ、しかし正直支援家だけでは手に負えない状況かもしれません。特に薬物の件に関しては一家に連絡する必要があるんじゃないでしょうか。ああ、その点に関してはちょうどいいタイミングだったな。あ、ここにいたんだ。キア。
どうしたんだ？お腹でも空いちゃった？ううん、お客さん、ブスッとしたおじさんが来たよ。ブスッとしたおじさん。失礼する。あ、ダドリン捜査官。おお、遅かったな。すみません、捜査会議が長引いてしまって。例の話についてですが、早速始めさせてもらっても構いませんか？ああ、構わんぞ。こいつらも一緒でよけりゃな。セルゲイさん、冗談はやめてください。こんなひよっ子どもに聞かせるような話では。だが今回の件についてはこいつらが集めてきた情報がきっと役に立つだろう。同席させた方が手っ取り早いぞ。なんですって？そういえばヘイユへの聞き込みもお前たちに任せていたところだったか。そのついでに、いやしかし、課長、都合が悪いようでしたら俺たちは退出しましょうか？いや、その必要はない。その男も伊達に一家のエースを張ってるわけじゃねえ。この状況で何が必要かはきちんと見抜けるだろうさ。わかり、いいかお前たち、これから話すのは警察内部の機密事項だ。みだりに他言することは絶対に許さんからな。わかりました。なになに、秘密のお話？キーヤも聞きたい。お菓子を用意するからサイトと一緒に食べててね。いや、そこまで露骨なものではないが、兵ゆえの襲撃事件を受けてマフィア同士の抗争への対処に全力を傾けろとの指示が下った。少し前から追っていた謎の薬物の捜査を打ち切ってな。一家の方でも薬物に関する捜査を？数日前からだがな。私としてはお前たちが知って。で、一家の方はどこでその薬物のネタを掴んだんだ？昔から使っていた情報屋からのタレコミです。それなりに信頼できる筋なので情報収集をしていたところですが、今のところ集まっているのは都市伝説のような噂だけですね。願いが叶う薬だの、幸せを運ぶ青い薬だの、ただどうにもきな臭いので噂になっている市民のリストを揃えている最中だったんですが、なんだお前たち、そのやっぱりという顔は。うん、ビンゴだったようだな。ロイド、見せてやれ。ん？これは。今日、ある筋から俺たちが入手した証拠物件です。その人の名誉を守るという条件で。やはり存在していたのか。しかもルバーチが流した可能性があるだと。その薬物捜査を打ち切れという指示。
どこから降りてきたか見当はつくのか。上層部の誰かか。うちの課長も納得できないまま我々に指令を下していました。最悪だな。ちょっと待ってください。まさか警察の上層部がマフィアの要請を受けて。そんな。おいおい、マジかよ。確かに最悪ですね。ダドリー、俺のところに相談に来たってことは上層部に不信を抱いたからだろ。それでどうするつもりだ。正直、薬物捜査に関してはこちらでは動きようがありません。下手に動けば今度は上層部も露骨に横槍を入れてくるでしょう。だがそれでは警察組織としてあまりに不甲斐なさすぎる。ダドリー捜査官、だったら薬物捜査に関してはうちに任せてもらうしかないな。ロイド、エリー、それにランディにティオ、これより特務支援課は非公式に捜査一課と協力体制に入る。はい、了解しました。その見返りだが、一課からはマフィア関連の情報を無制限で回してもらうことにする。セルゲイさん、いくらなんでも極秘情報を無制限というのはさすがに。別にこちらは構わん。そちらが手詰まりになろうが勝手に動くだけだからな。わかりました。その条件で構いません。決まりだな。いやー、あの一家に代わってわざわざ俺らが動いてやるわ。なかなか優越感をくすぐられる状況ですね。おお、怖っ。桑原です。まあ仕方あるまい。こうなった以上お前たちに薬物捜査を任せるのは納得したが、今後の捜査方針はどうするつもりだ。そうですね、何はともあれ薬の現物が手元にありますし、どういった成分かを突き止める必要があるでしょう。だが、どうやって突き止める。現時点での情報から推測するに全く新しいタイプの薬物だ。本部の鑑識では手に余るし、上からも目をつけられやすいぞ。なるほど、そうなると医科大学を頼った方がいいかもしれません。なるほど、あの先生に頼るわけね。医科大学、聖ウルスラ医科大学。ええ、薬学を研究している知り合いの先生が相当優秀だと聞いているので、薬の成分を突き取って。成分調査に関してはそれしか手はなさそうだな。ダドリー、そちらは一課でまとめた捜査報告書を今日中にこちらに。それをもとにこいつらに今後の捜査方針を決めさせたい。わかりました、すぐにお届けに上がります。では私はこれで。ああ、こちらこそな。するとその言葉はこいつらにも言ってやれ。いいか、お前たち、くれぐれも迂闊なことをして事態を悪化させたりするなよ。それと薬物捜査はともかく、マフィアどもの抗争への対処は我々一課の担当だ。首を突っ込んだりせずにおとなしく任せておくがいい。な、やれやれ、素直じゃねえ。あれは一種の照れ隠しなのではないかと。そうかもしれない。それに思っていたより正義感がある人みたいだな。ああ、それは信用できる。基本的に一家の連中は真面目で正義感のある奴が多い。まあ、杓子定規で融通が効かない奴も多いんだよな。
さてとお前ら、早速病院に向かうのか。ええ、そのつもりです。それと時間があれば他の支援要請も片付けておこうかと。そうね、午前中は新ま、忙しくなりそうだからぼちぼち片付けた方が元気なことで結構。一家と協力することになったとはいえ、お前たちが気負う必要はない。いつも通りお前たちのやり方でその薬物の謎に迫ってみせろ。はい。
間違いない。誰かど失礼Thank you.
Thank you.
バックを取られた。気をつけろ。了解です。よし、エイト任せて。やっ、私の番です。撤退を開始します。撤退失敗です。任せろ。とっととつながるぞ。まだまだいける。